やっとですね、習近平様もですね、不動産がね、大変なことになってるということに気がついたみたいでね、習近平自らね、発言があったそうです。ブルームバーグが記事にしてるので、ちょっとお読みします。中国は不動産や雇用で改革の突破口必要と習近平氏、三中総会の、焦点かと。三中全会のことね。ということで、なんかね、山東省のね、座談会に出たね、習近平がね、こういう発言したらしいんですよ。国内の主要セクターの一部についてより深い改革を求めたと。開催が遅れていた三中全会が7月に開かれるのを前に、投資家は混迷する中国経済を支える新たな政策の手がかりを探っているということです。で、新華社通信などが伝えたところによるとね、山東省で23日に開かれた座談会で習近平が発言したそうです。改革の突破口が必要な分野として、不動産や雇用、育児などを挙げたと。ん？福祉国会にもなるつもりか？軍事国家なのにな。軍事も改革した方がいいんじゃないか？粛清ばっかしてないな。まあまあいいんですけど。改革は人々の生活に利益をもたらし、国民に進歩と安全の感覚を与えることを目的にしたものであると伝えられた。ごにょごにょごにょ。あ、なるほどね。いや、そうです。でもそんな中ですね、習近平ね、5日前のニュースですけどね、農業農村大臣っていうのがいるんですよね。董仁健さんというね、農業農村大臣がいるんですけれども、この人ですね、なんと今、取り調べを受けてるそうです。閣僚3人目の粛清ですね。なるほど。改革ってやっぱ粛清なのかな。まあこういうことをやるらしいんですけれども、まあ果たしてそんなことできるんですかねということです。この間まあ発表されたですね、チャイナのね、不動産買取策の件ね、地方政府がさ、余った住宅の在庫を安く買って、で、それを貧しい人にまあ与えるっていうやつなんですけど、まあいろんな人がですね、これできないんじゃない？無理なんじゃないと。まあこの間ね、カリューさんのね、東京財団のカリューさんのですね、いやそんなことやったらこういうふうに大変なことになるよっていうお話をしたんですけど、またもう一人エコノミストの方ね、総実総研チーフエコノミストの吉崎達彦さんね、まあ本なんかもいっぱい書かれてる方ですけど、この方ですね、最近チャイナに行ったそうです。行くのも怖くて僕なんか行けないですけど、行ったらしいです。で、いわくですね、久しぶりに歩く上海の街角は相変わらずの賑わいで、とても景気が悪いようには見えなかった。ただしよくよく見るとショッピングモールなどでは閉鎖している店舗も目立つ。地元の人たちに尋ねてみると、これは皆さんスマホで買い物に慣れてしまい、わざわざ店舗で買い物しなくなったからだそうだ。デジタル化が進んだのみならず、各家庭に低料金で商品を続けてくれるバイク便のサービスが急成長しているのであるという感じですね。割とポジティブなこと言ってるんですけど、不動産買取はやっぱり一筋縄ではいかないとね、この吉崎さんもおっしゃってます。7月に開催される三中全会において、政府による不動産買取策が論じられるという期待もあると。売れ残り住宅を政府が買い上げてくれるのなら、ようやくこの問題にも結びが差すというものだ。しかるに、その場合に生じるのは、1990年代の日本の不良再建問題を記憶している人にとっては、馴染みのある懐かしい選択となる。それは買取価格をどうするかという問題だというふうに吉崎さん言ってんですね。で、仮にですね、在庫の住宅を母家で買い取るとなれば、デベロッパーを大助かりだろうが、膨大な財政資金が必要となるし、悪徳業者を救うのか、との世論の反発も覚悟せねばならないと。逆にですね、自家で買い叩くならば、財政資金は少なくて済むけれど、不動産業者にとってメリットは小さい。むしろ実勢価格が明らかになることで、バブル崩壊という現実を誰もが直視することになる。やっぱりこの問題は簡単ではないのであるということでね、まあ、カリューさんとほぼ同じ結論ですね。金額どうすんのと。安く買い叩いた時にはですね、結局ですね、不動産ってこんなに安かったのってことになって、チャイナの人民が貯金の代わりに買っていた不動産の価値が実はないんだと、いうことで、こっちはこっちで暴動ですよね。でも高く買ったら今度は財政負担がすごい必要ですから、増税したりとかね、しなきゃいけなくなる。これもまた厳しいですよね。まあ、あと、悪徳業者救うのかみたいなね。円さんの声もおそらく出てくると思うんで、まあ、なかなか一筋縄ではいかないな、というところです。で、そのね、悪徳業者のですね、まあ、最たるものであるですね、恒大なんですけれども、恒大のね、社長というか会長か、会長の協会員が持っていたですね、香港の豪邸がですね、どうも売れたらしいです。売れたんですけど、なんかめっちゃ値引きされて売られたみたいですね。これブルームバーグの記事なんですけれどね、非公開情報として関係者が匿名で語ったところでは、高級住宅街のピーク地区にある、これビクトリアピークですね、これね、香港のね、まあ有名な観光地ですけれども、この邸宅の売却価格は、4億7000万香港ドル、約94億円と、1年前の評価額8億8000万香港ドルの半分強にとどまったと。同物件は債権者に差し押さえられていたと。これね、広さね、465平方メートルのところに立ってるらしいんですよね。まあ、香港では土地がないところですから、465平方メートルって言うと大体150坪ぐらいかな、敷地がな。でもこれ大邸宅なんですよ。立ってる建物もすごいなんかこう、ね、イギリスコロニアルスタイルみたいな、そんな感じのいい、なんか3階建てか4階建てかのね、ビルなんですけれども、この邸宅はですね、許氏が香港島の住宅プロジェクトで購入した3物件のうちの一つと。
中国建設銀行によって差し押さえられ、売り出されていたと。さらにですね、この協会の資産もですね、この恒大のね、ピークから 98% 減少ということで、これも去年の記事ですね。去年の10月15日の時点で、ピークから 98% 減少と。今どうなのみたいな。豪邸も買い手つかなかったのがやっとつきましたという感じなんですけど、まあ、ほぼ半値でしか売れなかったと。さらにですね、この恒大ね、今またもう一個ですね、一昨日ですね、日経新聞のニュース出てたんですけど、中国恒大 EV 子会社に420億円返還請求、重大な悪影響ということで、何があったのみたいな感じなんですけど、このね、電気自動車の子会社のですね、恒大新能源、記者、集団、恒大記者が、中国の地方政府からの補助金など、19億元、約420億円を返還するように要求されたと。いうふうに発表があったらしいんですね。財務と経営に重大な影響が生じる可能性があるとしたと。この発表によるとですね、2019年に中国の地方政府と投資協定を締結したんですが、地方政府の側からですね、契約を履行してないと、約束破ったということで返せというふうに言われてるそうです。で、今なんか協議をしているらしいんですが、何なんでしょうねこれね。やっぱチャイナの中でもやっぱ金なくなってますからね、お互いに金の奪い合いみたいなこと始まってるのかどうかわかんないですけれども、あきつらな感じですね。大邸宅は半値になっちゃうしさ、もらった補助金420億円返せとか言われちゃうしね。で、今だって恒大って生産プロセスにあるわけでしょ。まあ、この生産っていうのをだからおそらく地方政府にくっつけてやろうとしてんのかどうかよくわかんないですけど、でもこれやったらやったでまた地獄ですからね。さっき言ったようにね、安く買い叩けば不動産バブル崩壊、もうこれ間違いないし、高く買ったら高く買ったでこれどうなってんだっつってね、また国民怒るということで、どうなのと、いう状況でございます。で、さらにですね、マンカね、中国のあの、不動産会社の中でですね、今最も優良とされているね、実質的なまあ、あの、政府系の不動産会社があるんですけれども、こちらがですね、資金調達に成功したというですね、ニュースがあります。協調融資で280億ドル調達。これニュースウィークの記事ですね。昨日の記事です。マンカはね、今もう資金繰りに困っててですね、金ないんですよ、はっきり言って。債務の返済期限が迫るたびにですね、資産を売ってやりくりして入って払ってるんですけど、そこにですね、あの、協調融資で200億元、米ドルでですね、27億6千万ドルを調達したと、いうことです。流動性を高めるため、さらなる資金調達に取り組む方針を示したと。マンカはね、一応まあ政府系なんで、まあ貸しても政府が、ケツ持つんじゃねえかみたいなところで貸したのかもしれませんけどね。まあ一応ロイターのこれ記事なんですけど、中国金融当局が3月、金融機関や債権者に対し、マンカの財政支援拡充を要請したと報道したんですね。もともとロイターがね。当局の介入は異例で、不動産業界の債務危機悪化への警戒感が示されたと。関係者によると、融資元には国有の中国工商銀行を中心とした銀行団が組まれ、最大800億ドルを融資する方向で、初期の交渉に入ったと、いうことなんですけれども、これもね、だから政府系を支えるみたいな。でもその政府系って言ったって元は税金ですからね、これ国民負担なわけですよ。しかもこのマンカの放漫経営をさ、支えるためにね、国民負担で、これをなんとかね、融資してさ、債務のロールオーバーしようとしてるんでしょうけど、果たしてこれ本当にいいのかどうかね。これまたあの前回のね、カリルさんのご指摘にあった通りですね、チャイナのこの不動産案件っていうのは、やっぱりいろんなこう、利権が絡んでるんですよね、共産党のね。だから、これを処理するっていう部隊がですね、お前処理するぞって言っても、もっと政治力強いやつからてめえみたいな感じで、バックワインが来るかもしれないと。なんで、ま、一個一個こう、丹念に調べながら、誰がどういうコネを持ってるのかって、調べながらやらなきゃいけない。で、向こうも隠してたりするんでね、簡単にはわかんないんで、だから処理が進まないと。処理が進まなくて時間が経てば経つほど、まあ状況が悪化していくと、いうことですので、マンカのこの融資っていうのもね、これが決まったっていうのは、あの逆の方の圧力ですね。マンカはほら、もともと政府系なんで、そういう共産党の歴々とのつながりが強いので、ここだけは潰すんじゃねえぞっていう、こう別の意味での政治圧力、ね。恒大はそれがちょっと弱かったんで、狙われて最初やられちゃったと。もう今も悲惨ですよね。補助金も返せみたいな感じでフルボッコになってますけど、マンカは逆に悲劇されて。でこういうので果たしてね、マンカだけ生き残れば、じゃあ、チャイナのね、不動産バブル崩壊の問題解決するのかというと、これ全く解決しないどころかですね、解決には程遠いんじゃねえかな、みたいな。まあそういうことなんで、なんでこういうアホなことをするのかな、というふうにね、思うんですよね。それからですね、近藤大輔さんですね。チャイナ2ですよ。ニュース女子でね、一緒に出てましたけれども、近藤大輔さんは日本を代表するチャイナ2の一人だと思うんですけど、こんなね、記事をね、現代ビジネス、今日ね、書かれてたんですね。恐れていた事態が起こった中国の不動産業界。中国で完成したけれど住む人がいないマンション急増ということでですね。まあ、ランウェイローっていうね、まあ、話前やりましたよね。あの、尻尾が腐ってるっていうね、やつですよね。要はその、マンション、作り始めたんだけど、尻尾の方が腐っちゃった。まあ、未完成っていう意味でランウェイローって言うんですけれども、まあ、ランウェイローがま、たくさんあってですね、大変なことになってると。中国の住宅バブルね、GDP の 25% を担うと言われたと。
まずマンションを建設するのに大量の鉄鋼やセメント、ガラスなどを使用する。客が購入すると家具や電気製品など次々と購入する。そしてマンション群の周囲にはコンビニ、スーパー、レストラン、スポーツジム、映画館、様々な施設がオープンする。日本の26倍もある国土でおしなべてこうしたことを行ったため、中国経済は飛躍的に成長したのだと。だが光もあれば闇もあると近藤さんおっしゃるんですね。地方出張の際、あれ?と思う光景を目にすることがあったと。新築マンションの入り口が閉鎖されていたり、壁面のコンクリートの一部がひび割れていたり、夜になると電気がついていなかったり、てんてんてんと。2010年ぐらいから完成したけれど住む人がいないというマンションが話題になりだしたということで、もう14年前からやってんのかみたいなね。例の河北省の唐山市ね、それから内モンゴルなどオルドスね、これ有名でしたよね。市の郊外に広大なニュータウンを建設したけれど、その計画自体が頓挫してしまったという、ものも現れたと。こうしたマンション群をですね、鬼城ね、鬼の城と、いうふうに言ったんですけれども、ネット上にはですね、鬼城の他にもね、鬼城迷い、グエンチェンミーって言ってね、ゴーストタウンマニアみたいなね、暇な種族まで現れてですね、全国の鬼城を渡り歩いてですね、写真撮ってアップするというのが盛り上がってたらしいんですよ。習近平時代に入るとですね、さらにそれが変わってですね、大粛清が、始まったと。2015年には株価も暴落したり、為替が急落したりして、鬼城はどの年も風景の一部と化したと。さらにですね、そのまあ鬼城からね、尻尾が腐ってるランウェイロへと進化していくということを、まあこのね、歴史的な流れを近藤さんは説明されているんですけれども、2021年秋、ついに恐れていた事態が起こったと。広東省に本社を置く、まあ、恒大が潰れました、みたいな話が、まあ、この後書いてあってですね。さらにですね、まあ、このランウェイロという、信号が生まれたと。ランは腐る、ウェイはお尻、ローはマンションと。直訳するとおしまいが腐ったマンション。1年以上にわたって工事がストップしているマンションのことを指すと。あなたの家の周りにランウェイロはないか ?SNS 上でそんな問いかけが起こると、たちまち全国各地からあるあるの回答が殺到したと。中国全体がランウェイ国にならぬことをというですね、意味深な締めでですね、このコラム締めくくってるんですけれども、まあ、近藤さんのご指摘の通りですね、不動産バブルは非常にですね、短期的にはまあ景気を良くするために良かったんでしょう。2008年のリーマンショックの時の大規模、財政政策ね、あそこからまあ端を発して、まあ住宅バブルってよりこう拡大していっちゃったんですよね。それで短期的には良かったんですけれども、コロナのね、まあ対策と同じでですね、長期的には維持不可能だったと。いうことなんじゃないかなと思います。ということで、まあ、ランウェイローからですね、ランウェイ国へと、今、新たなステージにね、進化しつつある、チャイナでございます。三中全会でね、きっと、素晴らしいプランが出るんじゃないですか、それを期待したいなというふうに思います。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思ったら、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方をお願いします。最後にですね、私のことを特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボにね、ぜひプレミアム会員登録していただけると嬉しいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー!